ジャパンスネークセンターは、群馬県大田市の矢部塚温泉に位置するヘビ類を専門的に展示する動物園である。一般財団法人日本ヘビ属学術研究所が所有、運営管理を行っている。毒ヘビの研究及び利用を主目的としているほか、飼育しているヘビ類を展示、公開している。日本で唯一、山かガシの毒に対する結成を製造、保管しており、 交渉が発生した際は、空路、陸路で搬送を行う体制が取られている。大量のマムシの屋外飼育をはじめ、世界各地の毒蛇、大蛇を飼育展示している。かつては、天然記念物である岩国の白蛇を多数飼育、及び繁殖していたが、山口県岩国市での保護施設完成に伴い、大半がそちらへと譲渡された。 近年では警察に応酬及び保護されたヘビ類の引き取り手となっており、結果として種類、個体数がさらに増加している。一例としては、2008年に原宿で生じた毒蛇の無許可飼育事件の引き取り先となったことで話題となったことがある。カノウ姉妹が飼っていたニシキャヘビを飼い切れない。野外話がエい場ヘビとカメの野外飼育場があり、青大将、シマヘビ、タンビマムシ、 ケズメリクガメを露天の囲いうちで飼育している。毒ヘビ温室主に毒蛇を中心として飼育されている。温室棟。タイパン、百歩だ、ガラガラヘビ、マンサンブ、キングコブラ等がいる。大蛇温室に色ヘビ、ボア等、大型のヘビを中心に飼育されている。温室棟。かつては海ヘビも飼育されていた。熱帯ヘビル温室最も新しい施設。原宿。 北海道での毒蛇事件で押収された蛇が飼育されている。猛毒のグリーンマンバやブラックマンバ等。資料館収蔵した骨格標本や透明標本、白星などが展示してある。白蛇や海蛇、大型のボアやアナコンダ等。変わったところでは土の子関連の資料も含まれている。再毒出毒蛇の結成を作成するための再毒を行う施設。 見学者向けに、ハブの再読の実演が行われるほか、繁殖させたヘビの幼ヘビも展示されている。毒ヘビ、交渉国際研修センター毒ヘビ110番活動や、研修生の受け入れを行う。その他、敷地端には昭和46年に建立、海岸が行われた白ヘビ観音がある。これは飼育、再読実験等で死亡したヘビの供養を目的とした。 ものである。また、食堂ではヘビ料理、売店ではヘビ製品が販売されている。大洞窟1960年代に敷地内にあった採石場跡を利用して作られた。恐竜や古代生物の模型、アナコンダが飼育された水槽などが展示されていた。当時は人気の展示だったが、1990年代に落盤の恐れがあり、閉鎖された。 現在は展示の一部が熱帯ヘビル4室に展示されている。公共交通機関東武鉄道気流線、矢仏川駅から徒歩10分。JR 両毛線、岩宿駅からタクシーで7分。自家用自動車北関東自動車道、大田矢仏川インターチェンジから車で10分。日本ヘビ族学術研究所は、文部科学省管轄の財団法人。 公益法人制度改革により2014年4月1日付で一般財団法人となった。主としてヘビ類の研究を行い、公益教育事業として付属施設のジャパンスネークセンターを公開している。また、毒ヘビ110番活動として、毒ヘビに関する外部からの問い合わせや協力要請にも対応している。ありがとうございます。